はい、皆さんおはようございます。 DZH フィナンシャルリサーチの和田です。ただいま8月18日木曜日ですね、朝の7時29分ぐらいになりますけれども、 SBI FX ライブ始めていきたいと思います。私ですね、海外市場から振り返ってみますと、ドル円ですね、かなり買われるという展開となりました。ニューヨーク市場入りますと、FOMC の議事要旨、こちらが出まして、一旦は利食いの売りに押される場面がありましたけれども、結局ですね、また引けにかけては買い戻しの動きとなるなど、非常に底堅い展開がですね、昨日海外市場から続いたというところです。結局135円台ですね、までまた値を回復しているという形となっています。一方で昨日はですね、非常に強い CPI の数字を受けまして、ポンドドルですね、一時買われたんですけれども、今度はあまりにもですね、 CPI が高すぎるということで、成長に対する懸念がですね、強まりました。やはりポンドが戻り売りに押されるというようなですね、ことが目立った動きだったというところです。まあ、そこら辺もう一度ですね、詳しく見ていきたいなと思います。はい、こちら見てもらってますのが、昨日1日通してのですね、ドル円の5分チャートなんですけれども、昨日はアジア時間輸出の売り等がですね、出る中で一時134円を下抜けまして、133円の91の安値をですね、つける場面があったんですけれども、その後また再び4円台を回復してですね、また底堅い動きになったというところなんですね。そして欧州時間入りがけのところから、また一気にこの134円台をですね、上値を試すというような形となっていきます。これきっかけとなりましたのが、イギリスのですね、7月の CPI、 こちらが出たんですけれども、年率で 9.8% の予想のところがなんと 10.1% と2桁にですね、達するような、こちらですね、1982年2月以来といいますので、40年ぶりのですね、かなりの強い数字となりました。まあ、こちらの数字を受けまして、世界的に債券が売られまして、金利が上昇するという動きになるんですね。アメリカの10年債利回りも 2.8041% から一気に 2.9150% まで、結局ですね、急上昇するんですけれども、こういったアメリカの金利の上昇につれる形でドル円も下値を切り上げていくという形となったわけです。そしてニューヨーク市場入ってきますと、今度はアメリカの指標が出ました。7月のアメリカのですね、小売売上高が出たんですけれども、こちらはですね、プラスマイナスゼロというですね、結果となりました。予想がプラスの 0.1% でしたので、予想よりも弱い数字だったんですけれども、変動の多いですね、自動車等輸送機を除く数字、こちらがですね、予想がマイナスの 0.1% だったところがプラスの 0.4% だったんですね。まあ、こちらかなり強い数字だったということもありまして、今度はこちらですね、また再び買いが強まるという形となったわけです。そして一旦下押しをした後、金利上昇が続く中でですね、また再び上値を試す展開、135の50の高値まで値を上げるという形となりました。で、こちら後でですね、日足のチャートで確認するんですけれども、実は135の50というのは、昨日の一目均衡表の雲の上限なんですね。雲の上限のところにぴったりと50で面合わせをするんですけれども、この雲の上抜けすることができずに、しばらく高値圏での揉み合いが続いた中で FOMC の議事要旨を迎えるという形になったわけです。昨日は7月の26、27行われました FOMC の議事要旨、こちらが発表になりました。まあ、こちらではですね、まあ、特段サプライズ的なですね、この内容ではなかったんですね。内容的には、インフレはしばらくの間不快なほど高いままとなる可能性があると、そして金利をですね、十分に抑制的なレベルまで引き上げて引き上げる必要があると、まあ、こういったことをですね、認識を示しながらも、ある時点で利上げペースを減速することが適切であると、まあ、こういったですね、ことも話し合われたというところなんですね。まあ、こちらですね、FOMC のメンバーの発言をもうこれまでですね、総合しますと、も当然こういったことが話し合われていることはですね、分かっていたんですけれども、マーケットとしましては、もう少し高波的な内容であってなるんではないかというような期待感もあっただけに、このですね、FOMC の議事要旨の後、利食いの売りにストンとこう押されるという形となりました。アメリカの金利も10年債利回り 2.9150% まで急上昇していた金利だったんですけども、この時 2.8694% まで上昇幅を縮めます。この値動きにつれまして、ドル円も135の50から134円の80まで、結局ここニューヨーク時間の安値になるんですけれども、ニューヨーク時間の安値をつけるという形となったわけです。ただその後また再び金利が 2.8968% でクローズするんですが、また金利が上昇しますと、ドル円も135円台、再び135の10まで買い戻しが入って、5円台を回復してですね、ニューヨーク市場を引けたと。
こんな形なんですね。で今も東京勢配列ありますけれども、高値が135-18ですね、下が134-98という形になっていまして、今5円を挟んだ神経質な展開になっているという形です。はい、こちら日足のチャートでも確認していきましょう。まあ、ドル円ですね、かなりですね、ここ見てもらうと分かりますようにですね、一目の雲のところでかなりですね、神経質な展開になっています。昨日もこの一目の雲のところですね、135-50のところでぴったりと雲に面合わせをして抜けることができなかったというところなんですけれども、実は今日からまた雲がですね、かなり上の方に上がってきてるんですね、見てください。この雲の上限が今日は136.27に来ています。まあ、ですからいずれにしましても上サイドまたトライする動きになった時には今日はですね、雲の上限の6.27、まあ、その手前には戻り高値であります8月8日の高値の135.58というのがありますね。まあ、ですから昨日の高値の50、8月8日の高値の58ですね。そして一目雲の上限の6.27あたり、まあ、こういったところをですね、今日は上値トライをする場面では上値の目処になってくるというところだと思います。そして下サイドに関しましては、先ほど5分チャート確認しました、ニューヨーク時間の安値、 FOMC の議事要旨が出た後の安値ですね、下押しのレベル134.80というところですね、まあ、ここが当然今日の下値の目処という形となってくるわけです。で、まあ、ここを抜けれますと昨日の安値の133.91というところがですね、サポートレベルになりますけれども、いずれにしましてもやはり下サイドがですね、硬くなってきているような今状況がついているというところでしょう。一目の転換線は昨日同様133.66に位置しています。はい、それではユーロドルですね、こちら見ておきましょうか。ユーロドルの部分チャートがこちらです。まあ、ユーロドルに関しましてはですね、なかなかドル円が中心のですね、マーケットになったような状況、そして、ポンドがですね、中心となりましたので、ユーロドルあまりですね、値動きは大きくありませんでした。一時欧州時間で 1.0146 まで値を下げる場面があったんですが、前日の16日の安値が 1.0123 だったですね。やはりその手前では下げ止まり、そしてドイツの金利の上昇等もありまして 1.0199 まで買い戻しが入るんですが、また戻り売りに押される展開、そして FOMC の議事要旨を受けまして全般的なドル売りの反応になりますと 1.0203 の高値をつけるという形になりましたけれども、引けにかけましては 1.0176 まで下押しをしてニューヨーク市場を引けたと、こんな状況なんですね。まあ、非常にこちらもレンジ相場がまだまだついているというところでしょう。日足のチャートでも確認をしましょう。こちらがユーロドルの日足のチャートです。まあ、こちらですね、見てください。こちらちょっとこう下サイドトライするような動きではあるんですけれども、なかなかですね、まだ抜けてこれないというところでしょう。とりあえず昨日、おとといのですね、16日の安の 1.0123 ですとか、この8月3日の安の 1.0123 ですね、ここを抜けるかどうか、そしてこの7月27日の 1.0097 を抜けるかどうか、こちらですね、下サイドとしては昨日同様にこちらがかなり重要なポイントになってくるというところでしょう。上値としましては 1.0203 という昨日の高値がありますけれども、こちら一目の転換線 1.0245 ですね、そして一目の雲の下限が 1.0285 に来てますので、まあ、こういったところですね、とりあえず戻りとしては意識されそうだというところです。そして昨日少し動きありましたのがポンドなんですね。こちら見てください。昨日はですね、世界的に金利が急上昇したんですけれども、そちらのきっかけとなりましたのが7月のイギリスの CPI だったですね。年率でなんと 10.1% 2桁に達してしまった40年ぶりのですね、かなりの高いインフレ率という形となりました。こちらを受けましてポーンと出た直後は買われたんですけれども 1.2143 まで、その後はすかさずまた戻り売りに押される展開となりました。これだけですね、まあ、世界で今一番主要国の中ではインフレが非常に深刻化しているというのがイギリスなんですけれども、こちらを受けましてやはり成長のですね、減速懸念、ですね、リセッション懸念等はですね、かなり強い中でですね、やはり戻り売りに押されてしまったというところです。 1.2 ポンドドルですけれども 1.2143 までポンと買われた後 1.2028 まで売り込まれてしまったと、まあ、こういうですね、荒い値動きだったというところです。はい、それではですね、今日予定されていますものを経済指標を確認しておきましょう。
はい、こちら見てもらってますが、今日予定されてますもの経済指標となっています。今日はアジア時間10時間ですね、7月のオーストラリアの雇用統計、こちら非常に重要になってきます。そして欧州時間入って3時、4、6月期のノルウェーの GDP が発表となります。そして5時にはノルウェーの中銀のですね、政策金利の発表が控えています。こちらも利上げのですね、予想になってますね。そして6時が6月ユーロ圏の建設支出、6時ちょうど同時刻に7月ユーロ圏の HICP ですね、消費者物価指数の改定値、こちらが発表。そして今日は8時にトルコ中銀の政策金利の発表もありますね。こちらもですね、やはり声明文等に注意しなければいけないというところでしょう。ニューヨーク市場入ってきますと9時半、7月カナダの鉱工業生産と原料価格指数、そしてアメリカの新規失業保険申請件数、8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数ですね、こちらも重要です。11時が7月のアメリカの中古住宅販売件数と景気先行指数ですね。そして翌2時20分にジョージカンザシティ連銀総裁の講演、2時45分は貸し借りミネアポリス連銀総裁が討論会に出席して、まあ、近隣についてのですね、発言が期待できるというところでしょう。まあ、おとといですね、ニューヨーク連銀製造業景気指数ですね、こちらエンパイア指数出ましたけれども、こちらにかなり反応したというようなことがあったと思うんですけれども、15日にはありましたけれども、ですね、やはりこういったですね、センチメント系なところに反応が今激しくなっているというところもありますから、この9時半の8月のアメリカのフィラデルフィア連銀製造業景気指数ですね、まあ、こういったところにも注意してみていかなければいけないというところだと思います。まあ、いずれにしましても今日ですね、昨日実はオーストラリアドルですね、非常に売られているんですけれども、昨日ですね、オーストラリアドル、4、6月期の賃金指数というのが出たんですね。こちら 0.7% と予想の 0.8% を下回りました。でこの賃金指数がですね、弱かったというところで、昨日ですね、アジア時間でオーストラリアドルかなり売られたんですけれども、やはりこういったこともありますので、今日のこの10時半のですね、オーストラリアの雇用統計ですね、こちらも相当アジア時間では注意しなければいけないというところでしょう。株価の方ですけれども、今日はですね、ダウ平均が171ドル安で戻ってきています。日経平均先物も昨日は2万9222円までですね、かなりの大幅な上昇になりましたけれども、今2万9000円を割るかどうかというところですね、のところで今戻ってきていますので、200円以上の下落で始まりそうな今ですね、先物の終値になっています。やはり2万9000円を維持できるかどうかというところですね、今日も株価の方はこちらに注意というところになりそうです。まあ、あとはですね、本邦税、次第にですね、企業の方がお盆休みから戻ってきてますので、まあ、昨日なんかも輸出乗りがですね、アジア時間出ましたけれども、そういった実需税の輸出輸入のフローですね、こういったところにも注意して見ていきたいというところです。それでは今日の解説をお願いします。